伊藤市ぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。よろしくお願いします。今回はですね、片側僧帽筋の、柔らかくして、普段から、頭痛肩こり首の痛みをね、なるべく起こさないようにする予防のストレッチをちょっとしてみましょう。簡単によく、肩こり起こる方、その、手を、腰に当ててください。後ろにね、はい、次に、反対側の手で、頭の、少し、横じゃなくて側頭部に近いところをですね、押さえてください。そして息を吐きながら斜め、下に、はい、3回ですね。ゆっくりやって伸ばしてみてください。そして、次に反対の、側を同じように3回。コツとしてはね、ここで息をうーっと吐きながらゆっくり伸ばすのがコツですね。あまり急がないでゆっくりで結構ですんでやってみてください。肩はね、前に行かないようになるべく後ろでゆっくり。これを、両側1セットとして3セットぐらい、やってみて、毎日習慣にしてみてください。そうすると、肩、首、頭痛の、予防に、なると思いますので試してみてください。